帰る場所があり、さまよい疲れていたなら知らぬふりしてた。だけどもあなた最後に帰る場所もなく、倒れそうな人だから心の窓を開けた。風吹けばあなたを、雨降ればあなたを、いつの日もあなたを思っている。昨日も今日も、そして明日も。そうに新聞を読んで、紅茶に入りゆっくりと飲み干した後、ひげを剃り、それから言う、今日は寒いねと。テレビからは平和そうな声が聞こえてくる。風吹けばあなたを、雨降ればあなたを、いつの日もあなたを思っていた。私一人の、私一人明日も。